ダメだ、もう絶対間に合わない。こうなったら誰もいないよね。キラーン、ミラクルテレポート。ランドソルに到着。あとはダッシュ。こんにちは、お届け物です。間に合ったよね。ああ、約束の時間通りだよ。それじゃあ早速検品しようか。はーい、ごめんなさい、その前にちょっとだけ。すやすや。いつもながらよく寝る子だよ。おーい、初音ちゃん、そろそろ起きろ。交易品の数はちゃんと書類通りだったよ。本当に間違ってなくてよかった。フォレスティエの薬草は治りが良くて助かるよ。うちは怪我する子が多いから。そう言ってもらえてるならよかった。こちらこそいつも美味しいものをたくさんありがとう。エリザベスパークの乳製品はどこへ出しても好評だからね。そういえば最近はしおりもいろんな仕事を頑張ってるみたいよ。しおりんが？お世話になってるみんなへ恩返しがしたいからって。真昼もあの子は働き者だべって褒めてたよ。そっか、しおりんが。そうだ、いいこと思いついちゃった。よーし、しおりんへのプレゼント探し開始だ。お姉ちゃんとして頑張ってる可愛い妹にいい感じのプレゼントを選んじゃうよ。何にしよっかな。しおりんの好きなものって言ったらやっぱり本だよね。でもでも本はたくさん持ってるだろうし、しおりんの趣味に合わなかったら嫌だし、なんかビビッとくるようなプレゼントがあればな。お姉ちゃん何してるの？うわあ、しおりなんでここに。牧場のみんなと買い物に来たんだけど、そしたらお姉ちゃんの声が聞こえて、声かけちゃダメだった？ダメなわけないじゃん。元気にしてた？うん、牧場の空気がいいからかな。体調がいい日も増えたし、最近はあんまりふらーってしないよ。あ、めまいが。しおりー！うう、久々に遠出したからかな、ふらふらってしちゃった。大丈夫？近くの病院は？大丈夫だよ、もう平気だから。それならいいんだけど、無理はしちゃダメだからね。うん、ありがとう。お姉ちゃんは何してたの？私はね、動物園との交易品の取引に来てたのだ。それでね、しおりんのこと聞いたよ。私のこと？うん、最近しおりんが牧場のお仕事を頑張ってるって。それを聞いてすっごく嬉しくなっちゃった。だからね、そんなしおりんに、しおりんに欲しいもの聞こうと思ったけど、やっぱりこういうのはサプライズの方がいいよね。そんなしおりんを褒めて死んでよ。よーしよし、無理よ。じゃあ
私はそろそろ帰るね。しおりも気をつけて帰るんだよ。エリザベスパークの人たちによろしくね。それじゃあね。あ、行っちゃった。お姉ちゃん、私に何か言いたいことがあったんじゃ。風が、思わず逃げてきちゃったよ。変だったかな。変だったよね。しおりは頭いいから気がついちゃったかも。いや、でもあんなまま話してたらもっと危なかったはず。よし、サプライズプレゼントでしおりんをあっと驚かせちゃうぞ。初音ちゃんのプレゼント大作戦、いざ開始だ。キラーン。ぐぅ、すやすや。なかなかいいプレゼントが見つからないよ。こんなんじゃお姉ちゃん失格だよ。しおりんと仲のいい人に聞けたらな。って、ああ、君君、何してるの。そっかそっか、グッドタイミング、いいところで会えたよ。実は相談したいことがあって。このことは秘密にしてほしいんだけど、もう私の超能力くらいの秘密なんだけどね。お願い、しおりへのプレゼントを一緒に選んで。何日か前からずっと考えてるんだけど、なかなか浮かばなくて。あ、そうそう、しおりっていうのは私の妹だよ。魔物？それは思いつかなかったよ。っていうか君、しおりんのこと知ってるの？じゃあ一緒にプレゼントを探しに行こうよ。プレゼント、しおりんへのプレゼント。お、これなんかどうかな。魔物の剥製。そっか、確かに夜見たら驚いちゃいそうだよね。これはなしかな。プレゼントって難しいな。プレゼント？しおり、いいところに。実はね、今度しおりに。で、しおり、本物、本物だ。お姉ちゃん、そんなにほっぺたつかないで。私は買い物に来たんだけど、お姉ちゃんは何してるの？私たちは、その、ねえ。そうそう、美味しいお店がオープンしたって聞いてね、彼と一緒に食べに来てたのだ。いいなぁ。私もお姉ちゃんたちとご飯食べに行きたいな。じゃあ今度みんなで行こうよ。そういえばギルドの他の人たちは別のお店にいるの？今日はみんな忙しいから私一人で来たの。体調も良かったし、お散歩がてらに。しおりん一人で？大丈夫？一人で帰れる？送っていこうか？大丈夫だよお姉ちゃん、一人で帰れるよ。そっか、しおりんがそう言うなら。うわー、やっぱり心配だよ。帰りは送るよ。お姉ちゃん、本当に大丈夫だから。それにこの人にも迷惑になっちゃうし。あなたまで。わかりました。せっかくの好意を無駄にするのも失礼ですし。やったー、一緒に帰ろう帰ろう。お姉ちゃんが責任を持って送ってあげるからね。
ってしおりんと一緒に歩くの久しぶりだね。離れて暮らすようになってからなかなか会えないもんね。私たちもともとは一緒にランドソルで暮らしてたんですけど、ある日お姉ちゃんが。しおりしおりしおり、大変だよ、一大事だよ。お姉ちゃん、そんなに慌ててどうしたの？大丈夫、私がドタバタしちゃったせいかな。ううん、今日はちょっと咳がたくさん出ちゃって。でも気にしないで。それでどうしたの？うん、あのね、なんとお姉ちゃんはあのエルフの森を守るギルドフォレスティエのメンバーに選ばれたのだ。わあ、お姉ちゃんすごい、おめでとう。ただフォレスティエのメンバーになったらエルフの森で生活しないといけなくなっちゃうんだ。でも私、シオリンを置いてなんかいけないから。だからだから、シオリンもエルフの森で暮らせないかって相談しようと思って。お姉ちゃん、種族が違ってもシオリンは私の大切な妹だし、離れて暮らすなんて考えられないもん。ごめんね、お姉ちゃん。私、いけない。え？お姉ちゃんが守ってくれるたびに、このままじゃいけないって。これが、ちょうどいいきっかけになるし。私、動物園でお仕事がしたいの。しおりどうして？もしかして私が嫌いになっちゃった？だから一緒に住みたくないとか？お姉ちゃんのことは大好きだよ。だからこそそんなお姉ちゃんに迷惑をかけたくない。迷惑なんかじゃないもん。私がしおりを守るのは私も大好きだからで、だから心配で、だからお姉ちゃんが私を大切に思ってくれてるのはいつも分かってるよ。そんなお姉ちゃんに私が一人でもやっていけるって見ててほしい。私もお姉ちゃんみたいに頑張って、いつかお姉ちゃんを守れるような私になる。これが私の願い、目標だよ。そっか、しおりん、もう決めたんだね。頑張る妹を応援するのもお姉ちゃんだよね。わかった、私、しおりんのこと応援する。離れて暮らすことになっちゃうけど、しおりんが頑張るんだもん。怒らないの？怒るわけないよ、しおりんがしたいことだもん。でも、もし寂しくなったらいつでも呼んでね。お姉ちゃんはいつでもしおりんのために飛んでいくから。うん、ありがとう、お姉ちゃん。それからは離れて暮らし始めたんですけど、心配性のお姉ちゃんはよく私の様子を見に来てたんです。しおりん気づいてたの？わかるよ、お姉ちゃんのことだもん。それにお姉ちゃん、隠れないで普通に後ろからついてくるんだもん。えへへ、しおりんは何でもお見通しだね。あんなこと言っといて私の方が寂しくなっちゃって、しおりんの顔見に行っちゃったんだ。お姉ちゃんたら。でも私も嬉しかったよ。お姉ちゃんの顔を見るたびに元気をもらってた。そっか、ならよかった。無事到着。お姉ちゃん、送ってくれてありがとう。あなたもありがとうございました。久
久しぶりにたくさんおしゃべりできて楽しかったよ。それじゃあしおりまたね。あ、お姉ちゃん。ん？何？この前から何か考え事してる気がするけど、でも必要ならいつか自分から話してくれるよね。あ、ううん、なんでもない。またね、お姉ちゃん。教えてくれたでしょ。あれからそれを参考にしてプレゼントを考えてたんだけど、あげたいものが多すぎて一つに絞れないの。どうなんだ。あげられるものは何だってあげたいけど、それだとしおりが困るかもしれないから。お姉ちゃん、こんにちは。偶然だね。カオンに近況報告してて。お姉ちゃんは？私たちはね、あ、ここでしおりんを買い物に誘えば欲しいものがわかるんじゃ。そうだそうだよ、初音ちゃん天才だね。キラーン。お姉ちゃん、どうしたの？ううん、なんでもないよ。そんなことよりしおりん、もしこの後時間あるなら一緒に買い物に行こうよ。え？うん、大丈夫だけど。よし、それじゃあ出発。この辺ならまだ見てないお店が、あそこ雑貨屋があるよ。ああ、お姉ちゃん、もう。あの、最近お姉ちゃんから何か相談されました？あなたもお姉ちゃんと同じくらい分かりやすいですね。きっと私のために何かしようってそう考えてるんですよね。不思議なんですけど、お姉ちゃんのことはなんとなくわかるんです。小さい頃からそうでした。別々に暮らしてても姉妹ですから、お姉ちゃんが私のために何かしてくれるのすごく嬉しいんです。だから私もそんなお姉ちゃんに、はい、いつか必ず。いらっしゃい。二人とも遅いよ。見て見て、面白そうなものがたくさんあるよ。あ、本当だ。そうですね、何かこういったお店でしか出会えない珍しい本などがあれば。やっぱりしおりんは本が欲しいんだ。珍しい本、どこかに。ん？お姉ちゃん、何か見つけたの？うん、これなんだけど、この本から魔力が。魔力の宿る本、魔導書とも違いそう。おお、お姉さんたちお目が高いね。そいつは最近とある遺跡で発掘された代物だ。中身は魔物の図鑑になってるんだけどな、なんと魔法で絵が生きてるかのように動くんだよ。え、絵が動く？すごい。
俺も長年この商売をしてるが、そんな本は初めて見たぜ。私も今までたくさん本を見てきたけど、こんな本があったなんて。しおり、その本気になるの？あ、でも今日はそんな持ち合わせが。本との出会いは一期一会、次来た時にはないかも。キラーン、これだ。お姉ちゃん。ふん、実はね、しおりんが最近頑張ってるって聞いて、ずっとプレゼントを探してたんだ。だから、この本はお姉ちゃんがプレゼントしてあげよう。いいの？いいの、しおりんへのご褒美だもん。お姉さん太っ腹だ。あと本に挟んであるブックマーク、実はそいつも一緒に見つかった発掘品でな。一緒に買っちゃうかい？なかなかいいデザインしてるぜ。うん、じゃあそれも一緒にちょうだい。よっしゃ、じゃあ本とブックマークで値段はこんなもんだな。うわー、どうしよう。せっかくしおりが欲しいもの見つけたのに。このお金、悪いよ。ただでさえ相談に乗ってもらってるのに。ありがとう。今度返すね。おじさん、これでお願いします。はい、毎度あり。はい、しおり、いつもお仕事お疲れ様。お姉ちゃん、ありがとう。嬉しい。大事にするね。うん、プレゼント作戦大成功。キラーン。すごいな、この図鑑。ずっと読めちゃう。このブックマークも綺麗だし、他の本にも使おうかな。図鑑よりも小説とかの方がいいだろうし、せっかくだし持ち歩いちゃおう。お姉ちゃん、ずっとプレゼントで悩んでたんだな。誰かのためにあんなに悩むなんて、お姉ちゃんらしい。そうだ、本のお礼しなくちゃ。あ、手紙にしよう。紙とペンは。お姉ちゃん、喜んでくれるかな。あれ？図鑑が開いてる。さっき閉じたはずだけど。あ、りんちゃんかな。すごい本だもん。見ちゃうよね。これも手紙に書いちゃおう。何から書こうかな。気のせいかな、本の位置が変わってる。今日は体調がいいと思ったけど、疲れてるのかな。あの、これをお姉ちゃんへ届けてほしいんです。はい、お姉ちゃん喜んでくれるといいんですけど。あなた
がそう言ってくれるのならきっと大丈夫ですよね。ありがとうございます。お姉ちゃんへの手紙よろしくお願いします。過ごしてしまった。あれ、それってすごく幸せなことなんじゃ。そうだよ、最近しおりんのプレゼント選びでお昼寝もしてなかったし、たまにはいいよね。ん、あれ、君がいる。この間はおかげでしおりんにプレゼントができたよ。あ、これ借りてたお金貸してくれてありがとう。それで今日はどうしたの？手紙？私に？誰だろう？ああ！しおりんからだ！ありがとう！何かな、何かな？お姉ちゃんへ。この間はプレゼント、本当にありがとう。お姉ちゃんが私のためにたくさん悩んでくれて、自分はなんて幸せ者なんだろうって感じました。私はお姉ちゃんに褒めてもらえるのが一番嬉しいから、自分なりに頑張ってきてよかったって思えたよ。お礼としてできるのが手紙を書くことくらいしか思いつかなくてごめんなさい。また一緒にお出かけしようね、しおりより。しおりん、しおりんが、しおりんが喜んでくれてよかったよ。ごめんね、泣いちゃった。しおりめ、いい手紙書くな。あ、そうだ、お手紙のお返事書かないと。せっかくしおりんが書いてくれたんだもん。本当？君は私たちに幸せを運んでくれる郵便屋さんだね。じゃあ手紙ができたらお願いするね。今日は届けてくれて本当にありがとう。よーし、書くぞー。お疲れ様です。今日の配達はここで最後なんですね。私ですか？今日はお姉ちゃんからもらった図鑑を読んでました。描かれた魔物の動き方が毎回違うので見入ってしまうんです。普通の本よりも読むのに時間がかかっちゃいそう。今からランドセルに帰るのは危ないと思いますし、よかったら今日は泊まっていってください。たまたま今日は私以外で払っていて少し寂しかったんです。なのであなたがいてくれると嬉しいです。それじゃあ先に客前入っていてください。私も図鑑を片付けたら追いかけます。風が冷たくなってきたな。図鑑片付けないと。何？図鑑が勝手に開いた。どうして？魔物？
しおりん、あれ、確かに声が聞こえたのに、しおりんどこ。これ私があげた魔物図鑑。あ、しおりんは、しおりんはどこ。危ない目に遭ってるかもしれないの。私がもっと早く来てれば。うん、そうだよね。泣いてないで探さないとダメだよね。しおりん、しおりん、どこにいるの。やっ、しおりんの声、あっちの方からだった。この図鑑に手がかりがあるはず。これ古代語読めないよ。しおりんよく読め。そうだ、しおりんなら急いで戻らないと。本当ブックマークも落ちてる。待っててね、しおりん。しおりん、お待たせ。お姉ちゃん、何かわかった？ごめんね、しおり。私じゃ本に書いてある古代語が読めなくて。ううん、持ってきてくれてありがとう、お姉ちゃん。この本のどこかに魔物を封じ込める方法が。しおりんが今まで読んでて、それっぽいことは書いてあった？
私の記憶だとそんな記述は。あ、待って、まだ最後まで読めてないから、もしかしたら後ろのページに。あった。この図鑑は生きた魔物を魔法で封じ込めたもの。ブックマークは魔物を封じる鍵で、本から離すと魔法が弱まって、やがて図鑑から魔物が解き放たれる。鍵？ブックマークが？うん、そのブックマーク気に入って他の本にも使ったりしてたから、魔法が弱まったんだと思う。そんなに重要なものだったんだ。それでもう一度封じ込める方法は？ちょっと待ってね、あ、これかな。魔物を再度封印するにはブックマークを魔物に接触させなければならない。そっか、このブックマークは封印魔法の術式そのものなんだ。それじゃあこのブックマークを魔物に当てれば、もう一度封印できる。やったー、すごいすごいよしおりん。うわー、しおりん、彼が。伏せてください。ブックマークを矢につけて放ちます。矢の回収は私に任せて。ヘイしおり、マジカルパース。ありがとうお姉ちゃん。鳥の魔物が出てきたんだけど、その魔物もどっかに逃げちゃ。お姉ちゃん。ふにゃ、ごめんねしおり、超能力の使いすぎで眠気が。君、しおりんをお願い。すや。お姉ちゃん、ゆっくり休んでね。私たちで逃げた魔物を追いましょう。見てください、図鑑にはまだ2体の空白がある。こっちは私が見た魔物で、お姉ちゃんが見たのはジズですね。とても手強い魔物です。私が逃がしてしまった魔物も凶暴な肉食獣で、早急に封印しましょう。扉が閉まっていて人の気配がありません。いつもなら賑やかな村なのに、もしかして魔物がみんなを。おい、誰かいるのか。声、家の中から。あの、
しいものではありません。お話を聞かせてはもらえませんか？お、あんたは確かエリザベス・パークンとかな。はい。一体何があったんですか？妙に静かですし、他の方々は。村のみんなは家の中で隠れてんだ。どういうわけか、魔物よけの結界があるはずなのに魔物が現れてな。困ってんだよ。魔物よけが効かない。おそらく図鑑の魔物ですね。彼らはイレギュラーな存在ですし。はい、この村の人々を不安にしてしまった要因は私にありますから、責任を果たします。もう少しだけ力を貸してください。あんたらもとっとと逃げた方がいいぜ。いつ奴らが戻ってくるか。あなたは家の中に避難していてください。魔物は私たちが何とかします。マジかよ。あんまり無茶はすんじゃねえぞ。なぜでしょう。魔物がいるにしては静かすぎます。気配も音もない。私のビースト族の感覚でも気配が読めないなんて。今不意打ちを受けたら間違いなくやられる。なんとかお姉ちゃんとこの人だけでも守らないと。どこから来る、どこから。すや、あ、しおり、上上屋根の上で気配を消して潜んでたんですね。お姉ちゃんが教えてくれなかったら今頃は。えへへ、シオリンのピンチだもん。目も覚めちゃうよ。ありがとうお姉ちゃん。矢にブックマークをセットして行きます。は、早い。これじゃあ狙いが定まらない。二人とも建物の陰に隠れて、固まっていたら全員やられちゃう。あ、しおり！魔物はまた屋根の上。あの魔物、私の視線や体さばきから動きを読んでる。それにこの威圧感、構えを解いたらすぐにやられる。シオリンの動きも読まれちゃうんだ。うん、シオリンの考えてることがね、わかるんだよ。多分すごく目と耳が敏感なんだよ、あの魔物。どうしよう、このままじゃシオリンがやられちゃうかも。でもあの魔物に魔法は効かないんじゃ。うん、そっか、さすがだね。その作戦ならシオリンをアシストできるね。よーし、君の背中で寝たから元気もいっぱいだし、頑張っちゃうよ。ふんふんふん、さっきの見てたでしょ。私とシオリンに言葉はいらないのだ。キラー。それじゃあ行くよ、初音ちゃんの全力。このまま神経をすり減らし続けても疲弊してそこを狙われるだけ。どうすれば。しおり、目をつぶって。お姉ちゃん、お姉ちゃんの魔法。そっか、これで魔物の目と耳を。攻撃は効かないけど、これでシオリンの動きは読めない。シオリン、魔物が突っ込んでくるよ。お姉ちゃんが作ってくれた好機、無駄にはしない。やったー、
私たちの絆は最強なのだ。それにしても強い魔物だったね。図鑑にはなんて書いてあるのかな。優れた視覚、聴覚、嗅覚を持ち、鼻も聞くんだ。危なかったね。これで残る魔物はあと一匹。お姉ちゃんが見た地図だけ。最後まで油断は禁物。図鑑を狙ってるんだ。二人とも大丈夫？うん、この人も無事けど、これ以上ここで戦ったら村に被害が出ちゃう。地図を村の外におびき出してそこで戦おうよ。行こう二人とも。地図が羽ばたくだけでこんなに。はっ！やっぱりこの風圧じゃ矢が届かない。あの鳥さんかなり怒っちゃってるね。何か策を考えないと。だったもんね。少し休む？平気だよお姉ちゃん。あと一匹だけだもん。けどその一匹が一筋縄じゃいかない。地図の羽ばたきによる風圧で普通に矢を射るんじゃ攻撃は届かない。今までの魔物とは段違いに強い。どうすれば。私がシオリンの攻撃を魔法で強化するよ。それなら風圧にだって負けないよね。でもお姉ちゃん、この風圧じゃ狙いが定まらないよ。一度でも外したら地図の攻撃を受けちゃう。そんな。じゃあどうしたら。そんなのダメだよ。そうです、危険すぎます。おとりなら私が。わかりました。けど絶対に無茶だけはしないでください。図鑑です。少しの間お願いします。お姉ちゃん、今のうちに。うん、初音ちゃんにお任せだよ。キラーン。ルックマークセット狙います。私もチャージ開始。君も、もう少しだけ頑張って。
私だったんですね。ありがとうございます。これなら。お姉ちゃん、魔法フルチャージ、いけるよしおり。これで終わりにする。見せてあげよう、私たちのフルパワー。いっけー。当たった。私たち3人の力は風になんて負けない。術式が封印完了です。やったやったやった、すごいよしおり。今の見た？しおりんの矢と私の魔法がビューって、すごいすごいすごい。うん、お姉ちゃんとあなたの力があったから本当にありがとう。これで図鑑は元に戻って。あれ、どうしたのしおり。矢が回収できないところまで飛んでっちゃって、その矢にブックマークがついてるから。どうしようお姉ちゃん、あれを回収しないとまた魔物が。任せてしおり、お姉ちゃんがすぐに取りに行ってくるから。あ、お姉ちゃん行っちゃった。でもお姉ちゃん場所わかるのかな。テレポートしたのはいいけど、ブックマークどこ。あれから動物園とフォレスティエが魔物図鑑とブックマークの扱いについて協議したそうです。今日その結果が出ました。結論として、エルフの森で厳重に管理することが決まったそうです。図鑑とブックマークはもう私の手元にはありません。しおり、せっかくのプレゼントだったのにごめんね。お姉ちゃんは何も悪くないんだから謝らないで。むしろ私のためにありがとう。うぅ、しおりしおりしおり。お姉ちゃん、あなたもありがとうございます。たくさん協力してくださって、あなたがいなかったら解決できませんでした。あー、したいしたい。そうだよ、今度3人で行こうねって約束してたじゃん。ねえねえ、しおりんはどこ行きたい？図鑑の一件でたくさん体力と頭を使ったし、せっかくだから甘いものが食べたいかな。あ、私も食べたい。よし、それじゃあお店にレッツゴー。うーん、おいしい。ほら、しおりんも食べよ。あーん、うう、恥ずかしいよお姉ちゃん。選んだお店だね。よく来るの？あのね、お姉ちゃん、実はね。お客さん、これをどうぞ。え？
なになに？これって枕？店員さんにこっそり渡してたんだ。だからこのお店にしたの。サプライズがしたくて。しおり、これ、これ。お姉ちゃん、いつもありがとう。これは私からのプレゼント。私もね、お姉ちゃんが頑張ってるっていろんな人から聞いてたんだ。しおり、ありがとう。すっごく嬉しい。ずっと大事にする。あ、そうだ、お返ししないと。お手紙の返事も結局できなかったし。お姉ちゃん、このプレゼントは私からのお礼だから、お姉ちゃんがまたプレゼントくれたらお返しのお返しになっちゃうよ。それでもしたいの？